気難しい人だから言葉遣いには気をつけてね。行こうか。はじめまして、佐藤みなみと申します。牛丼だ。どうぞ。俺のように成功したければ時間を無駄にしないことだ。バカな連中は稼ぎ時の若い時に結婚して子供を作る。金と時間の無駄だ。時間を有効に使って早く成功すればいいんだよ。成功して金が入ればな、女なんて思い通りだ。うまそうだな。どうした、顔色が悪いぞ。そうですか。何隠した。保険会社から連絡があってな。これは俺の生命保険だ。受け取りにはお前がなってる。おかしいな、書いた覚えのないサインがここに書いてあって、ハンコまで押されてる。よく練習したな。俺の癖捉えてる。監視カメラがあるとは思わなかったか。しかし怪しいからもう一回調べ直したぞ。佐藤みなみ、これは母親の名前だな。お前の本名は黒川みなみ、黒川工業の一人娘だ。父親の復讐のためか。そうよ、お父さんはあんたに騙されて借金背負わされて、家族を守るために自分で生命保険かけて。私があんたと結婚したのはお父さんと同じ目に遭わせてやりたいからよ。それで子作りするの嫌がってたのか。あなたの子供を産むくらいなら死んだ方がマシよ。服部と婚約したのも俺と近づくため、保険会社に就職したのも全て計画か。恐ろしい執念だな。でも全部無駄だったな。俺は無駄が嫌いだ。お前と関わった時間を全て無駄にしたくない。だから俺の子供を産んでもらうぞ。いや、死んだ方がマシよ。